サークルに入るべきか否かっていうことについて喋っていこうと思います。で、結論は、まあ、先に言っちゃうんですけども、まあ、何かしらの団体に所属しておいた方が僕はいいんじゃないかなって思います。その理由について話していこうと思います。その理由の一つ目として、遊ぶ仲間ができます。大学ってのはかなり時間があって暇な時間も多いんですよね、まあ、なので遊ぶ仲間ってのは必要かなって思います。でもしサークルとかに入んなくてめちゃめちゃ仲いい友達ができるとかだったらいいんですけども、まあ、サークルとかだと自分のやってた部活とか興味あることに大体所属するじゃないですか。なので、まあ、共通の趣味持ってるやつとかが多いので、まあ、結果としてめちゃめちゃ仲いいやつができやすいっていうのがありますね。で、二つ目、恋人ができるかもしれない。これもね、マジでありますね。僕は部活に所属してたんですけども、まあ、その部活のマネージャーとね、選手を付き合ったりとかも全然ありましたね。で、あと、まあ、その部活内で、部活の友達と、まあ、他の大学の女子とかと飲みに行ったりして、そこで、まあ、合コンみたいな感じですね。で、そこでカップルができたりっていう話も聞いたりします、ね。まあ、なので、恋人できる可能性も全然ありますね。で、三つ目、過去問がもらえる可能性がある。その団体の人数が多かったりするとさらに確率上がるんですけども、先輩から過去問がもらえるっていう確率はめちゃめちゃ高いと思います。で、僕も実際にもらってるんで、かなりその部活に入っててよかったなって思いますね。で、さらにその部活の中でレポートとかもね、出回ったりしてるんで、そういうの参考にしたり、まあ、その丸パクリはもちろんダメですけど、その参考にしたりしてレポートをね、作ったりもできました。で、4つ目、暇な時間を作らずに済む。はい、これは先ほども言ったんですけども、大学っていうのはめちゃめちゃ時間があるんですよね。で、そういう時間を、まあ、サークルとかで使って有意義に過ごしてもいいんじゃないかなって思います。で、僕はね、一番もったいないなって思うのは、大学生活をバイトだけに費やすことかなって思います。これはまあ、なんて言うんだろう、時給ってのはせいぜい上がっても1000円ぐらいじゃないですか。で、それ以上で普通のバイトで上がることないんで、まあ、それだったら自分の勉強をして、まあ、その自分の価値を高めたりとか、まあ、友達と過ごしてね、その大学生活でしかできない楽しい思い出を作るとか、そういうことにね、全力を注いだ方がいいんじゃないかなと思います。で、実際僕は部活入ってたんですけども、その部活で、まあ、試合とか通してね、めちゃめちゃいい経験積めたし、大会とかも出させてもらって、まあ、すごい楽しかったし、で、本当にね、めちゃめちゃいい仲間ができましたね。で、今でもその部活引退したんですけども、その人遊びますし、めちゃめちゃ面白いやつ多いし、本当に部活に入っててよかったなって思います。で、最後にまとめるんですけども、そのサークルとかに入らなくても大学生活で最高の友達を作りましょう。これに限りますね。もう最高の友達いたらサークルとか全然入んなくていいです。でも、その友達とかができやすいよっていう話ですね。で、もし友達とかできずに大学生活過ごしてたらマジで無駄にします。ずっと家いてゲームしてパソコンいじってみたいな生活は嫌じゃないですか。どうせなら友達と一緒に外に遊びに出かける、そういうね、まあ、大学でしかできない経験をね、積んだ方がいいかなと思います。それじゃあ、友達に作ろう。